広がっていますが、6番クロックスには頑張っている。最後力2番ラッキーライラックだ。2番ラッキーライラック取られて先頭だ。2番先生、2番ラッキーライラック完全復活の通り。2着はわずかに6番クロックスミア、その後ろ11番ラブゾーンリーブ、3着争い。固めが多いですね。極端やね。向かって今収まります。さあゲートインが終わりました。スタートしました。若干14番ゴージャスランチ後方になります。他は好スタート。さあ先行争い、11番ラブ。スタートしました。わずかに好スタート、13番ナムラモス。まず4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。1番のアルカウン、アルカウン先頭です。リードが1馬身、追ってくるのが6番のベルウッド古城、2番手、あと内をついた5番プレジールドビブル、 200m を通過した。あとは追い込み勢は9番の競泳リバル、そしてナムラモスなど。さあ逃げる逃げる、1番アルカウン、2番手、5番のプレジールドビブルが並んでかわした。プレジールドビブルゴール、プレジールドビブル最後ゴール前かわしました。逃げた1番アルカウン、これを5番のプレジールドビブル。
分コーナーをカーブ外を回ってチートコードを差を詰めて今直線コースに向かいました。内をついているのは6番クリノクリスチャン。さあ先頭は逃げる逃げる9番デンタルバルーン。 200m 今通過する。外から追い込んできた8番チートコード、2番手に上がった。3番手には5番きっと桜咲く。9番のデンタルバルーン突き放す。リードを3馬身デンタルバルーン5位。福島競馬第5レースで12番霧島サンバは他の馬に関係なく馬体に故障を発生したため最後の直線コースで4コーナー中間 400m 通過。6番サイドストリート先頭です。第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。リードが3馬身あります。そして2番手には10番のダウンタウンプリマ。あと1枠2頭グレーサンバー西の豪雨など 200m 通過しました。ようやく追い込んできたワールドイズマインですが届きそうにありません。先頭は6番サイドストリート、2番手は10番のダウンタウンプリマ。6番サイドストリートゴリ逃げ切りました。2番手10番のダウンタウンプリマで、あと2番グレースアンバーが3番手。勝ち時計1分8秒6、難なく。その後ろに北サンバルカン止めから内には11番のパーフェコーツ、間に1番クラビーヤ。4コーナーをカーブ直線へ。さあ先頭今度はマイネルプリンチペ、外からペーガーズが差を詰める。その外から北サンバルカンを追ってくるソイルズ・ザ・ソウル、オースター・ストーム・リッパー。内から11番パーフェコーツ、あと 150m。 さあ先頭10番のペーガーズ、外から立つか。内で食い下がる4番マイネルプリンチペ、北サンバルカン3番手ペーガーン。勝ち時計1分47秒9、上がり4波論48秒1、3波論36秒0でした。福島競馬第7競争3歳以上の1勝クラス、15番ペガーズ制しました。2番手4番マイネルプリンチで、3番手8番北サンバルカン、その後5番のストームリッパー4番手。いつものパターン。思ってたんと違う。その外には7番のビッグスモーキー、残り400の標識を通過。その後は3馬身差、12番フォワードカフェ4番手。4コーナーをカーブ直線へ。さあ3ミュージアム、そして1番テイエモースカー、2頭が並んでハードル障害、最後を踏み切ってジャンク無事決。そして3番手には内から12番フォワードカフェ突っ込んでくる。200を通過して、さあ抜けたのは9番3ミュージアム、外から1番テイエモースカー2番手、3番手12番フォワードカフェ、先頭9番3ミュージアムゴールイン。外1番テイエムオスカー、最後迫りましたが2番手まで。3番手が12番のフォワードカフェです。勝ち時計3分3秒6と表示されています。福島競馬第4競争障害戦。失敗です。
られば、あかん。